ご覧いただいているのは現在の上空から捉えた現場の様子です。白い軽乗用車が電車と向き合う形で止まっています。フロント、それからドアや天井部分がへこんでいるのが分かります。衝撃の強さを物語っています。警察によりますと、午後3時ごろ、近鉄山田線東松阪駅近くの踏切で、賢島発大阪難波行きの特急電車と軽乗用車が衝突しました。この事故で、軽乗用車を運転していた80代くらいの男性が病院に搬送されましたが、意識不明の重体です。特急電車には乗客・乗員合わせておよそ100人が乗っていましたが、怪我はありませんでした。この事故の影響で近鉄山田線は現在も一部の区間で運転を見合わせています。